皆さんこんばんは、ヒッポコブブ太郎です。この番組は基本的に赤ちゃんになりたいが口癖の TikTok 生まれ SNS 育ち、脅迫のも数のもインターネットの私ヒッポコブブ太郎がリスナーに対してバブみを感じてみんなに養ってもらう番組です。ということで34回目、イエーイ。番組イベントの開催が、そうね、前回は決定しましたよっつって引き伸ばした、そうじらしたんですけど、今日はね、そうチケット情報とかその他もろもろを詳しくお話ししていけたらなと思います。オタクたちは財布のね準備だけしてもろてね、あの財布と休日休暇と取ってくださいね。でもまあどうなんだろうね、取ったのかな休み。そうなんか社畜が多いんですよね、なんかいつもいつ見てもなんか、あ仕事だみたいな、今日も仕事で明日も仕事でみたいな、なんかなのに私が朝まで配信すると、ね、いるんですよ。え明日仕事なんじゃないのって言ったら、いやもう寝ずに行くよみたいな、ね、寝ずに行きますみたいな人たちばっかり。まあじゃあ大丈夫か、まあ、休み取ってくれたでしょう。はい、ではそろそろ始めていきたいと思います。本日もバブみを感じておやりたい。ヒッポコバブ太郎のバブみを感じておやりたい。この番組は文化放送さんとリスナーの皆さんの善意でお送りします。ヘッポコバブ太郎です。ということでまずは番組イベントのお知らせです。初めての番組イベント、12月11日の日曜日、15時から、文化放送メディアプラスホールで開催します。内容はなんて読むんですかこれ、繊維いいなんて読むえいえいええいえい相談中で難しい、あでもえいりのえいか、鋭いだもんね。あえい制作中、あなんて読むんだろうってずっと思ってた。賢くなりました。えい相談中、まあというかね、そうスタッフさんが頑張って考えてます。なんか聞かれたんですよ、やりたいことないですかって、特にないですねって返しちゃった。特にないですねとか言って、あイベント限定コーナーだったりやるみたいです。あそうなんですか、あ一応だそうです、やるみたいです。そしてあそうそうそう、バブ太郎私物プレゼント抽選会を行います。まあそう売れなさそうな、もうメルカリとかなんかいろんなとこに売っても売れなさそうな、なんか超ねこまごまとしたゴミを、ゴミじゃないよ、ちゃんとした私物よを君たちにプレゼントしようかなと思います。そうね、大量にここに送りつけようと思うんで、みんな楽しみにしていてください。そんなイベントですが、こちらの入場チケットを電子チケットアプリビットファンパスで、朝20日の日曜日13時から発売します。料金は税込み3850円。ヘッポコバブ太郎で検索してください。ヘッポコバブ太郎でね検索してください。電子チケットアプリだって優秀だね、もう何もかも最近は電子化ですよ。電子化便利だよね。ちなみに13時から文化放送の2階ロビーにて物販を行います。やったー物販、つまり番組グッズ発売します。わーい。現状予定しているのは番組オリジナルスマホスタンド、税込み1500円と番組オリジナル巾着、税込み1500円の2種類です。そうで、この巾着が今後のとてもねキーアイテムになってくると思うんですけど、この巾着を購入するとまずその私物のねちっちゃいものを、ね、前回話してたけどガチャ、おギャラジガチャ、通称おギャラジガチャだそうですよ。おギャラジガチャを1回引く券がその1500円の巾着を買ったらついてきます。でまあそのガチャには缶バッジ、そう缶バッジも入ってるんですよ私物以外にね。そうし私の私物も、まあ、ちょこちょこっと入れてますと。で、あそうね、ちょっと複雑なんですけど、まあガチャ1回じゃ足りないじゃないですか、その巾着1個に対してガチャ1個じゃ足りないよってみんなが思うと思うんですけど、そのガチャ1個につき1回のその券はついてくるんだけど1500円でね、でプラス別途で課金していただきますと500円、
こう課金していただきますと、追加で4回分1個の巾着に対して4回分別途でくじを買うことができます。よかったね、一個一個ね巾着買わずに済みますよ。よかったですね。はい、くじ参加券は500円なので、巾着を買えば合計5回までならくじを回せるということです。あ、賢っ。くじで出たものは巾着に入れて持ち帰れるサイズになってます。だってうわ賢っ。こうやってな、あのライブとかではトートバッグを売りつけんだよね。ショッピングバッグとかね、わかるわかる、そういうの買っちゃうもの、なついでにみたいなね。あの本当は全員マックス課金をねしてもらいたいしてもらいたいけれども、あのみんなのお財布を考えてガチャ券は別にしてもらいました。なのでね、あの皆さん財布と相談して回す回数、まあでもさ、こういうのってさ1回その最大回数あるじゃない、絶対最大回数まで回しちゃう、こういうの。そう、天井やっちゃう。なんか課金とかも絶対その一番高いやつにして、なんかそうするとおまけついてくるじゃないですか。そういうのやっちゃう、絶対やっちゃう。はい、ということで、ぜひ番組初のイベントお楽しみに、チケットは明日から発売です。ということで、はい、じゃあ近況トークなんですけど、そうね、またディズニー行ってきました。いやもうディズニー行きまくりよ、これから。もう今月もそうだし来月もめっちゃ行く。そう、もうでもやっぱでもあの今 C でね新しいショーがやってるんですけども、いろんなとこで電車の中とか CM とか多分いろんな番組とかで見かけたこともある人いると思うんですけど、あれマジで人混みすぎてて、なんかもうずっと C 行こうかなって、あれがあるから推しが出るし C 行こうかなって思ってたけど、もう人多すぎてしばらくランドかなってちょっと思う。ランドはまだ空いてると思う、比較的。まあそれでもまあもともとランドの方が多分人多いんですよ、 C より多分で、なんですけど、まあ、まあまあまあ多分最近はそれでちょうど C のが大きい会場、あ広さ、園内ってこと、どっちが広いんでしたっけ。あ、ランドの方が広いです。そう、 C なんかそのおまけというか、その限られた場所で作ったから多分狭いんですよね。ファンタジースプリングスできても狭いっすか、 C の方が。あそこ結構でかいっすよね、4分の1もあんので、今の C のでっか、激アツやん。あのファンタジースプリングスはあの私の大好きピーターパンとラプンツェルアナ雪の新しいエリアなんですけど、それが2024年ですよね確かの春とかって書いてあった気がする。やばー、嬉しい。C よりもランドの方が広く感じる理由、あ、面積の差あまりありません。あ、海があるから、あ、広く感じるの、あ、なるほどね。まあ確かに海でかいしな。そのでもそのでかい海で今ショーやってるんですよ、本当にマジでいいのでね、あの、まあ、しばらく人でマジでいっぱいすぎて見れないと思うんですけど、ぜひ見てほしいですね、行く機会があれば。まあ課金すればいい席で見れるので、ぜひ課金していい席で見てもらえればなと思います。次は、あ、そうそうそう、最近めちゃめちゃ外出してるんですよ、ここ2週間ぐらいで。いつもねここ来ても別に特に何もなかったですねって言ってるんですけど、めっちゃいろいろ行った気がする。だって美術館行ったのもそうでしょ、この間の期間に多分行ったし、別にカップルを撮ったわけじゃないですよ、その館内を撮っただけなんで、まあ、カップル映ってたけど、いやそのカップルが本当になんかやばくてそなんかそ、あの映ってたカップルじゃないんですけど、なんか女の子の方がめちゃくちゃ多分好きで芸術が、でなんか結構いろいろ言ってるのに対して、なんか彼氏の方が、なんかすごいなんか柔らかい絵だねみたいなふわっとした感想をなんかもうずっとなんか結構聞こえる声で言ってるんですよ。めっちゃ邪魔とか思ってその隣見てるんですけど、でなんかその結構見るペースが早くて、なんかこっちに迫ってくるんですよ、その順路的な感じで。めっちゃ嫌とか思って、いや私は一人で行きました。いやでも一人で行くもんだと思う、なんか美術館とかそういうのは。なんかその友達のペースに合わせたりとか、水族館とかでも結構思うんですけど、なんか違うじゃないですか、じっくり見たいなってとこと。
まあここはまあ そこまでじゃなくてもいいかなみたいなところの差って結構あると思うんですよ。私はまあ結局人に合わせちゃうんですけど、そうだから美術館はめっちゃじっくり見たくて一人で、てかもうほんと思いつきで行ったんですよね。行きたいなって言ったら次の日とかに行ったんで、なんか本当に自分がやりたいなって思ったことに対してはふっかる、それ以外やりたくないことに対しての腰が重すぎる。マジでやらない。そうあの やっとねやっとガラス直しましたよね。そう1年半ぐらい割れ続けて、2年かもしれない、なんなら割れ続けてたけど、やっと直したんでね、まあ、とかね。そうあとどこ行ったかな、でもめっちゃいろいろ外出た気がする。なんか予定なくてもめっちゃ外出てたんですよ。買い物行ったりとかめっちゃしてた。服もめっちゃ買った。もうでも服はオンラインで買うんで、まあ、関係ないんですよね別に。なんか関係なく服も買ったし靴も買ったし、最近物欲がやばくて、靴他、いやでもなんかこまごまとしたものはめっちゃ買ってるんですよ、アマゾンとかで。何買ったかな、あでもあとディズニーのグッズとかもうめっちゃ買いまくってて、でも最近本当に物欲が止まんなくて、今アップルウォッチ欲しい、アップルウォッチ欲しいし、やっぱエアポッツ欲しいなって思うし、あと冷蔵庫欲しい、ドレッサーも欲しい、ちょ引っ越ししたいなって思ってるんですけど、それにかけていろんなものが欲しくなってくるですよね。あとめっちゃスキンケア買った、なんか Q10 とかどこだ、あと楽天とかがなんか目代わりみたいなめっちゃセールやってていっぱい買っちゃった。もう高いのにこれから出費がもうどんどん上がるのに、そう引っ越し高いじゃない、お金かかるじゃない、もうどんどん上がっていくのにしんどい。どうしよう、もうこうやってね、でも本当に物欲止まらん、もうやばい。でも最近外出てるのももう躁鬱なんですよ絶対今。もう今躁でめちゃくちゃテンション上がってていろんなことするしいろんなことができてるんですよ。だから風呂いつも入れないけど、そうここにも書いてあるけどね、あの風呂いつも全然毎日入れなかったんですけど今毎日入ってるんですよ。だからお肌ちょっとツルツルなんですけど、でも絶対これでっかく落ちる日が来るんですよ。どうしよう、もう無理かも、でっかく落ちた時ラジオ来れないかも。ちょっと先にご迷惑をおかけするかもしれません。リモートで本当そんな一回リモート味わっちゃったら一生リモートになっちゃうよ、楽しちゃうって。でも本当に今来てくれる自宅にめちゃ助かる。いやでも本当に動けなくなるのが来そう。今めちゃめちゃ本当になんか身が軽い。そうだからその急に美術館行ったらもう絶対それだと思ってて、あの辺からどん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 上がってってる。なんでなんだろう、わかんない。まあそういうもんですから、そう映って。あ確かに新しいディズニーのを見てテンション上がってるのもあるかも。そうなんか短い睡眠時間とかでもなんかめちゃくちゃ元気に動いてたりしてて、あやばいかもなってずっと思ってる。もう心の隅でそう思ってる。そうめちゃくちゃ楽しいしふっかるだけど、いつかやばく落ちるんじゃないだろうかって、もう最近はそれしか頭にない。いつか多分落ちると思うんでね、その時は優しくしてください。はい、ではここからリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していきましょう。ラジオネームさかなっつさんからいただきました。バブチこんばんは。私は深夜によく新宿歌舞伎町のライブカメラ映像を眺めてしまいます。実際に行きたいとは思わないのですが、概念として夜の新宿歌舞伎町が好きなので、歌舞伎町を舞台にした漫画やアニメには惹かれてしまいます。バブチは実際に自分が体験するのは嫌だけどフィクションとして見てる分には好きみたいな概念とか設定はありますか、ということで。あるんだ、なんか楽しそうに踊ってるよそこのお姉ちゃんたち。あキャッチラロかな。これ楽しいんだ。まあでも歌舞伎町はなんだろうね、やっぱあの龍が如く見てるとちょっとここの通りとかなんかいいなってなりますよね。そうそうそう、まあ多分これぶつかったら喧嘩勃発するんやろなみたいな。そう思ったりはする。なんか急に殴りかかってくるのかなみたいな思いながらそこは結構歩くかも。まああんまりもう歌舞伎町なんてもうめったに行かないけど。自分が体験するのは嫌だけどフィクションとして見てる分には好きみたいな概念、
どうだろう、割とだから見るものとかはあのディズニーの、まあ、ロマンチックな展開とか、まあ、ミュージカルとかだけど、え、全然体験したいからあんまないかもな。自分が体験したいもの見てるってか、なんか見ながら体験してるみたいな感じだから。そうね、なんだろう、意外とないのかも。こう映画は自分が体験できないことをしてくれてるみたいな感じだから。あ、でもなんかこうなんだろう、仕事が楽しくなる系の映画とかあるじゃないですか、あのプラダを着た悪魔とか、ああいうのめっちゃ憧れるけど、あんな仕事漬けにはなりたくないから。確かにああいうのはそうかも。なんか仕事漬けの女とか、なんかそのバリキャリ女みたいな結構好きなんですけど、確かにそれは嫌かも。自分が体験したいとは絶対思わない。あとなんだっけ、ま、名前忘れたな、まあ、なんかそういうこう開業起業してそれのトップになって女社長みたいなとかめちゃくちゃあるけど、好きだけど絶対嫌。開業なんかしたくない、自分が責任を負うところに就きたくない。社長って全然呼ばれたくない、バブ社長ってダサ。なめてんのか事務所って、ね、なんか仕事なめてんのかって感じ。株式会社バブダセーダセー。いやでもないな、嫌だな、全くそういう事業で成功したいとか、なんかそういうのないわ。まあそういうあれを持ってる人たちがね、金持ちになるんやろね。楽して金持ちになりたいもん私は。はい、続いて、あ、そう、玉の輿、玉の輿か、宝くじがいい。なんか玉の輿も人に頼ってるみたいで嫌だから、そう、宝くじがいい。はい、続いてラジオネーム原巻さんからいただきました。バブちゃんこんばんは。この度はラジオイベントの開催決定おめでとうございます。2月には生誕祭イベントもありますし、バブちゃんのおかげで現地イベントの機会が多くとても嬉しいです。楽しみすぎて最近は当日どんな服を着ていけばいいかなと四六時中悩んでしまっているのですが、バブちゃんは何を着ていけばいいかめちゃめちゃ悩んだというエピソードはありますか？イベント楽しみにしてます、いつも感謝です、ということでありがとうございます。何を着ていけばいいか、まあ、でもそんなにそもそも外出ないからね。なんか高そうなお店連れてってもらうときとか悩みますけどね。あ、どういう服装着ていけばいいんだろうみたいな、ワクワクじゃなくて、あ、どうすればみたいなとかはあるかも。でもディズニー行くときとかいつも服めっちゃ選んじゃう。まあてかディズニーぐらいしか外出ないからっていうのもあるんですけど、なんかディズニー行くときはそのキャラのその、まあ、概念コーデみたいな結構するんですよ。なんていうんだっけ、ちょっとど忘れしちゃった、あるんですよ、そういう概念系のコーデをしていくっていうのが。そういうのするからいつもめっちゃ悩むし、ディズニー行くたびに服買ってる。ディズニー行く前日前々日とかに、そうディズニー用にわざわざいっぱい服あるのに買っちゃう。そうだからディズニー行くごとに服が増えてくんですよ、どんどん。よくないですよね、ほんと。そうコンセプト変えてるから。そうですね、確かにディズニー行くときは悩んでる。でもなんかいいね、なんか服装悩むってなんかちょっとワクワクする。どんな格好で来てほしい？オタクたちに？最近はあれですね、ハンニバルとあとミュージカルを見たので、なんかミュージカルのその50年代のミュージカルみたいな服装を着てきてほしいですね。なんか女の子だとこう襟がめっちゃ V 字、もうえぐい、もう胸見えるやろレベルの V 字にちょっとロングスカートでふわふわさせてほしいし、あとコルセットつけてほしい。メンズはなんか派手なあれ、 なんだろうタキシードみたいな、あとなんかカンカン帽子みたいなかぶってほしい。メンズ、そう、あのメリーポピンズみたいな、わかりやすく言うと男女の、男の子はみんなマッツ意識してもらう。いやそう、でもスーツも普通にそのなんだろう、紳士的なスーツも最近好きなんですよ。まあ、だけどマッツは黒着ないんですよ。そう、黒のスーツは没個性だから、マッツっていうかそのハンニバルというキャラはおしゃれ好きなの。まあ、だからそういうのは着ないだろうっていうので、めっちゃ水色のスーツとか、そう緑系とか、なんかあとネクタイとかめっちゃ柄とかなんですよ。そうめちゃめちゃおしゃれなのよ、そのスーツ一つの着こなし方が。だから黒じゃないおしゃれな、おしゃれカラフルでおしゃれなスーツとか嬉しいですね、着てくれたら。
高いだろうね、そのカラフルなスーツって。スーツってそもそも高いですよね。シーンで安いのかな、シーンで安いスーツ売ってるかな。売ってるんだ。そうでもあとなんか出てくるハンカチ、何あれ、スカーフみたいなのとかもめっちゃガラガラでおしゃれなんですよ。そうで、そういうのがいいですかね。じゃあお願いします。はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私への質問、聞いてほしいこと、番組の感想などなど、どんなことでもいいのでお待ちしております。宛先はbaba@joqr.net です。ヘッポコバブ太郎のバブみを感じておギャリたい。いったー。このコーナーではリアルな痛みからこいつ痛いなという中二病的なエピソードもありという、とにかく痛い話を送ってもらうコーナーです。ということでバブちゃん、最近転んだりしてませんか。転んではないんですけど、なんか足があざだらけになってるんですよ。なんかもう打ってるんすかね。なんかでもしょっちゅう確かにぶつけたりはしてるんすよ。まあ、昔からなんですよね。なんか気づかずになんか足になんか青たんできてるみたいな、めっちゃあるあざとか。まあでもそんなめちゃめちゃ痛いみたいなのは 今んとこないのかなはい、ということで、リスナーさんのいったーな話を紹介しましょう。ラジオネームゆうさんのいったーな話です。僕が保育園児の時に鉄棒で遊んでいたら頭から落ちたことがあります。それ以来鉄棒が一切できなくなり、外で遊ぶことも少なくなり、もうお察しですね、ということでいやでもそう、子供の頃のそうトラウマってやっぱでかいよ。鉄棒で頭から落ちる、怖いね。てか鉄棒って危なくね、シンプルに。なんかできるようになれみたいな。そうそうそう、なんだっけ、逆上がり、うん、危なくね、やめた方がいいよ鉄棒なんて。危ない、平均でもやめた方がいいよ危ないんだから。まあ平均台得意だったけど、でも鉄棒は苦手だったな、腕の力がなさすぎて。なんか嫌なエピソードありそう。男子はこれがあるから、あーつでもめっちゃ痛いって言いますもんね。確かに、そう、その不安に怯えながら平均台渡るの怖、めちゃめちゃ怖いじゃん。なんか障害物競争で、あの平均台で差をつけたんですけど、私はそんななんかバババって走れないですよね、平均台の上で。じゃあカイジと一緒だよ。カイジと一緒。あーカイジ分かんないなそうなんだ、渡るんだ。怖、そうか。あー確かに、でも男の子は怖いかもね、平均台。あーかわいそうに。はい、続いて、よいしょ、ラジオネームアヌさんのいったーな話です。ほう、これは原稿で痛い話です。もし偶然街中でバブチに出会った時、どんな風に話しかけて何を喋ろうか、よくイマジナリーバブチと会話してシミュレーションしていますやば。イマジナリーバブチはとても優しく、最初から友好的で、食事に誘っても辛そうになりません。でも実際はそんな偶然も起きないし、バブチも辛そうにご飯を食べます意味のないシミュレーションに心が痛いです、まあ、確かに、そもそも多分街中で話しかけられたら挙動っちゃうし逃げちゃうんで、まあ優しく友好的はないね。まあ優しかったとしても友好的はないわ。普通の友達にでさえも友好的にできないんだから。話しかけられたこと、ディズニーではある。そう、まあやっぱ派手髪なんで、そう、まあディズニーだったらそうかもみたいな。あとずっと地蔵、あの座ってる、同じ場所に座ってるから、通った時にまあ遭遇しやすいというか、分かりやすいのかな。そのディズニーってもうお互いすごい歩き回ってるから、基本的に知り合いがいても出会えないんですけど、片方がね、その止まってると確かに見つけやすいのかなっていうのはあるかもしれない。ディズニーでは声かけられたりするけど、全然外で声かけられたことない。ディズニーの時は応対する。あのディズニーでコミュ力100倍になるんでこれ冗談抜きにガチで、マジでバフかかるディズニー の、 そのエントランス抜けた瞬間マジでバフ入る。フィールドそう、あのなんだろう、エントランスにいるキャストさんとかにもなんかいってらっしゃいみたいな、その
行ってらっしゃいって言われるけど行ってきますとか言いながらダダダダダって行くし、そうよく船とかその電車とかめっちゃ動いてるじゃないですか、パーク内で。でめっちゃ手振っちゃう。そう、全然知らない人にいっぱい手振っちゃうし、そうキャストに話しかけられたらめっちゃ話しかけちゃうというか応対するし、そうね、キャラクターとかもういかに目立ったもん勝ちかみたいな感じでめちゃ大声で喋りかけに行くんで、そう、ね、普段そんなこと絶対できないですよ。そのね、外食のレジでさえもあす、みたいな感じになっちゃうから、そう本当にバフかかってるディズニーでは。だからディズニーで声かけられたら多分男の子でも女の子でも、うん、全然いけると思う。うん、多分ディズニーだったら OK、 街中だったら無理です。はい。こんな感じでリアルな痛い話や黒歴史的な痛い話など、とにかくいったーな話を送ってください。以上、いったーのコーナーでした。へっぽこバブ太郎のバブみを感じておギャリたーい。クソマロ、マシュマロに送るクソみたいな内容をあえてメールで募集するコーナー。ルールはたった一つ、メールを一行で書いてくること、単語一つの名詞、質問でも OK、 とにかくクソマロ送ってください。では早速紹介していきましょう。ラジオネームマレフィーさんからいただきました。お会計を割り勘にしたいアンパンマンのチーズ、はんはーん。はい、今日は終了となります。こんな感じでクソみたいなメールをお待ちしております。以上、クソマロのコーナーでした。ヘッポコバブ太郎のバブミを感じておやりたい、そろそろやり終えておねんねの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8000に文化放送超 A&G プラスヘッポコバブ太郎のバブミを感じておやりたいまで、メールの場合はbab@joqr.net bab@joqr.net までたくさんのメッセージをお待ちしております。またこの番組アーカイブ配信を YouTube の A&G チャンネルに放送されて1週間後にアップされますので、ぜひ登録しておいてください。さらに公式 Twitter もありますので、ぜひフォローしてくださいね。ということで34回目の放送だったんですが、そうね、イベントをね、その前半の方に発表詳細お伝えしましたけれども、イベントのチケットを明日から発売するので、ぜひご購入よろしくお願いします。ということで、それでは本日はこの辺でお別れです。お相手はへっぽこバブ太郎でした。また来週、バイバイ。へっぽこバブ太郎のバブみを感じておやりたい、この番組は文化放送さんとリスナーの皆さんの善意でお送りしました。Thank you.